カラバッジオといっと、ボナ、ベンチュラの肖像がデザインされていた10万リラー紙幣。ミケランジェロ・メディージ・ダ・カラバッジオは、バロック期のイタリア人画家。一般には単に、カラバッジオの名で呼ばれる。ルネサンス期の後に登場し、1593年から1610年に、かけて、ローマ、ナポリ、マルタ、シチリアで活動した。あたかも映像のように人間の姿を写実的に描く。 手法と光と影の明暗を明確に分ける表現はバロック絵画の形成に大きな影響を与えた。カラバジョはティツィアーノの弟子だった師匠のもとミラノで画家の修行を積んだ。その後、ミラノからローマへと移っているが、当時のローマは大規模な教会や邸宅が次々と建築されており、それらの建物を装飾する絵画が求められている都市だった。 対抗宗教改革のさなか、ローマカトリック教会はプロテスタントへの対抗手段の一つとして自分たちの教義を補強するようなキリスト教美術品を求めるようになる。しかしながら、世紀ルネサンス以降、およそ一世紀にわたって美術界の主流となっていたマニエリスムは、もはや時代遅れの様式であるとみなされていた。このような状況の中、カラバージョは1600年に、 数奇教に依頼された作品、聖魔隊の純教と聖魔隊の照明とを完成させ、一躍、ローマ画壇の長寿となった。極端とも言える、自然主義に貫かれたカラバジョの絵画には、印象的な人体表現と演劇の一場面を、彷彿とさせるような、現在では、テネブリズムとも呼ばれる、強烈な明暗法のキアロスクールの技法が、使用されている。カラバジョは、 画家としての生涯で、絵画制作の注文不足やパトロンの欠如などは、経験しておらず、金銭面で困ったことはなかった。しかしながらその暮らしは、順風満帆なものではなく、自宅で暴れて高置所に送られたことが何回かあり、ついには当時のローマ教皇から死刑宣告を受けるほどだった。カラバジョについての記事が書かれた。 最初の出版物が1604年に発行されており、1601年から1604年のカラバチジョの生活について記されている。それによると、カラバチジョの暮らしは2週間を絵画制作に費やすと、その後1ヶ月か2ヶ月の間、別室会を引き連れて、剣を腰に下げながら街を練り歩いた。 武闘会場や居酒屋を渡り歩いて喧嘩や口論に明け暮れる日々を送っていたため、カラバッョとうまく付き合うことのできる友人はほとんどいなかったとされている。1606年には乱闘で若者を殺して懸賞金をかけられたため、ローマを逃げ出している。さらに1608年にマルタで1609年にはナポリで乱闘騒ぎを引き起こし、乱闘相手の待ち伏せにあって、 重傷を負わされたこともあった。翌年、カラバジョは、熱病にかかり、トスカーナ州、モンテアルジェンターリオで38歳の若さで死去する。人を殺してしまったことへの許しを得るために、ローマへと向かう旅の途中でのことだった。存命中のカラバジョはその素行から、悪名高く、その作品から評価の高い人物だったが、その名前と作品は、カラバジョの死後間もなく、 忘れ去られてしまった。しかし20世紀になってからカラバジョが西洋絵画に果たした大きな役割が再評価されることになる。それまでのマニエリスムをぶち壊し、後にバロック絵画として確立する新しい美術様式に与えた影響は非常に大きなものだった。ルーベンス、ホセデリベーラ、ベルニーにそして、 レンブラントラバーロック美術の巨匠の作品は、直接的、間接的にカラバジョの影響が見受けられる。カラバジョの次世代の画家で、その影響を強く受けた作品を描いた画家たちのことを、カラバジェスティあるいは、カラバジョが使用した、明暗技法から、テネブリストと呼ぶこともある。現代フランスの詩人ポール・バレリーの秘書を務めた、アンドレ・ベルネジョ・フロアは、カラバジョのことを、 言うまでもなくカラバジョの作品から、近現代絵画は始まったと評価している。カラバジョは1571年に、ミラノで三人兄弟の長男として生まれた。父フェルモ・メリージは、ベルガモ近郊にあるカラバジョ公爵家の邸宅管理人かつ、室内装飾担当で、母ルチア・アレトーリは、同地方の地主階級の娘だった。 1576年にはペストで荒廃したミラノを離れ、一家でカラバジョ村へと移住したが、その翌年の1577年には父、フェルモが死去している。カラバジョは幼年期をこの村で送ったと考えられており、カラバジョとスフォルツァ家やコロンナ家といった、当時の有力なイタリア貴族との関係はその後も続いていた。後年、カラバジョは、 スフォルザ一族の娘と結婚し、このことがカラバジョの後反省に大きな役割を果たすことになる。カラバジョの母も1584年に死去し、この年からカラバジョはティツヤーノの弟子だったという記録が残っているミラノの画家、シモーネ・ペテルサーノのもとで4年間都弟として修行している。カラバジョは徒弟の年期が終了した後もミラノ近辺に在住していたが、 ベネツィアを訪れて、後年、フェデリコツッカリがカラバジオの絵画はこの画家の作品を真似ただけだと非難した、ジョルジョーネやキツアーノラの絵画を目にした可能性はある。カラバジオは、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐などミラノに保管されていた貴重な作品やロンバルディア地方の絵画に親しんでいった。硬直化し、大げさな表現に陥っていた。 ローマ風のマニエリスム様式ではなく、飾り気なく、ありのままを表現するドイツの自然主義絵画様式に、系統していった。果物かごを持つ、少年67センチメートル53センチメートル、ボルゲーゼ美術館1592年半ばに、カラバジョは、おそらく喧嘩で役人を負傷させ、ミラノを飛び出し、木の幹のままで、行くあても食料もなく、 ほとんど無一文の状態でローマへと逃げ込んだ。その数ヶ月後カラバジョはローマ教皇クレメンス8世のお気に入りの画家だったジュゼッペチェーザリの工房で助手を務め花と果物の絵画で画家としての技量を知られるようになる。この頃のカラバジョの作品として知られているのは果物の皮を剥く少年、果物かごを持つ少年、やめるバッカスなどがある。やめるバッカスは 自画像ではないかと言われており、ひどい病気に罹患して、チェーザリの工房から解雇された後の回復しつつある自分自身を描いたとされている。これら3点の絵画は、精密な写実的表現で描かれており、カラバジョの画家としての名声を高めることになった。果物かごを持つ少年に描かれた果物は、園芸の専門家によれば、それぞれの種類を言い当てることが可能で、 例えば、カゴの右下に垂れ下がっているのは、菌類による病変に侵されて、ブチに枯れた大きな一軸の葉である。果物カゴアンブロジアーナ海画館カラバジオは1594年に、ジュゼッペチェーザリの工房から解雇され、独立した画家として、生計を立てることを決意した。この頃がカラバジョの生涯で、最も底辺にあった時期だが、画家プロスペロル建築家おおを、 ロンギ、当時まだ16歳だったシチリア出身の芸術家、マリオミンニーティラ、カラバジオにとって非常に重要な存在となる人々と友人になっている。オルシはすでに成功していた画家で多くの影響力がある収集家をカラバジオに引き合わせた。一方ロンギはカラバジオに悪い影響を与えた人物で喧騒に満ちたローマの裏の世界をカラバジオに教えた。 ミンニーティはカラバジョのモデルを務め、数年後にシチリアでの重要な絵画制作に大きな役割を果たすことになった。女占い師はカラバジョの作品の中で最初に二人以上の人物が描かれた絵画でモデルになっているのはミンニーティである。ミンニーティ憤する少年がジップシー娘に欺かれている様子が描かれており、 このような題材の絵画はそれまでのローマでは見られず、この作品を講師として、その後数世紀にわたって描かれるようになった題材である。しかしながら、この題材で描かれた絵画に人気が出たのは、後年になってからのことで、カラバチョ自身はただ同然の価格でしかこの作品を売却できなかった。トランプ詐欺師、キンベル美術館、トランプ詐欺師は、 トランプ詐欺に引っかかる純朴な少年を描いた作品で題材としては女占い師と同様のものである。しかしながら心理的描写はより優れておりカラバジョの作品で最初の傑作とされている。女占い師と同じく構成になって人気が出た題材で50点以上の模写が現存している。さらにこの作品を通じてカラバジョは 当時のローマで最も優れた美術鑑定家の一人と言われていた数奇教、フランチェスコ・マリア・デル・モンテに認められ、講演を受けることに成功した。そして、デル・モンテと、取り巻きの裕福な美術愛好家たちに依頼され、多数の室内装飾用絵画を描いた。創学者たち、竜トを弾く若者、バッカスや、偶意に満ちているが、写実的な、トカゲに噛まれた少年などである。 これらの作品にモデルとなって描かれているのは民にいてのほか、数人の青少年である。懺悔するマグダラのマリアドリアパンフィリ美術館・カラバッチョが最初に描いた宗教画は写実的で高い精神性を持ったものだった。宗教を題材とした最初期の作品として懺悔するマグダラのマリアがあり、描かれているマグダラのマリアはそれまでの娼婦としての 生活を悔やんで座り込み、あたりには、虚色を示す、宝飾品が散乱している。宗教的な絵画にはとても見えないかもしれない、濡れた髪の少女が低い椅子に座り込み、両親の荷借に苛まれ、救済を求めているのだろうか。ホロフェルネスの首を切る、ユディと国立古典会画館この作品は、ロンバルド風の絵画で、当時のローマ風の気取った作風ではないと、考えられていた。 同様の作風で描かれた宗教絵画に、アレクサンドリアの聖カタリナ、聖マタイとマグダラのマリア、ホロフェルネスの首を切るユギと、遺作の犠牲、放悦の聖フランチェスコ、エジプトへの逃避途上の休息などがある。これらの作品は広く公開されていたわけではなく、比較的限られた人にのみ目にする機会があったものだが、カラバンチョの名声は、美術愛好家や、 友人の芸術家の間で高まっていった。しかし一般からの評価を決定づけるためには、教会の装飾絵画のように広く大衆が目にする作品が必要だった。極端なまでの写実主義と自然主義の作品によって、現代のカラバジョの評価は揺るぎないものになっている。カラバジョは、題材を目に見える通りに表現し、描く対象を理想化することなく、 欠点や短所すらもありのままに描き出した。このことはカラバジョが非常に高い絵画技術を有していたことを示している。ミケランジェロのような古典的理想表現こそが絵画のあるべき姿だと認識されていた当時においてカラバジョの作風は大きな反響を呼んだ。この時期のカラバジョの作品は写実主義だけが最大の特徴というわけではなく、 当時の中央イタリアで長期にわたって受け継がれてきたルネサンス様式を否定したところに大きな意義がある。カラバジョは対象をそのまま油彩画へと描き出したベネツィア風の半身肖像画や生物画を特に好んでいた。このような作風が最もよく現れている当時の作品にエマオの晩餐が挙げられる。ギャラリー、聖魔体の照明さん。 ルイジデイ・フランチェージ教会コンタレディ礼拝堂1599年に、おそらく数期教、デルモンテの推薦で、カラバジョア・サンルイジデイ・フランチェージ教会コンタレディ礼拝堂の室内装飾の依頼を受けた。契約では2点の絵画を制作するとなっており、この時に描かれたのが、聖魔隊の巡教と聖魔隊の証明である。1600年に完成したこれらの絵画は、 たちまちのうちに大評判となった。カラバジョはこの絵画で、キアロスクーロよりもさらに強い明暗法のテネブリズムを使用し、このことが画面に高い劇的な効果を与え、カラバジョの作品が持つ鋭い写実性に激しい感情表現を加えることになった。当時の画家たちの間では、カラバジョに対する評価は両極端に分かれている。絵画技法上。 様々な間違いを犯していると公然と非難する者もいたが、カラバジョを新しい絵画技法の先駆者であると支持する者が多かった。当時ローマにいた画家たちは、カラバジョの作品が持つ革新性に驚愕した。特に若い画家たちは、カラバジョに共感し、実物をありのままに描くことができる比類ない画家であると称賛して、その作品はほとんど奇跡だとまで考えていた。 キリストの捕獲1602年頃、アイルランド国立美術館カラバジョには、有力者たちから大量の絵画制作の依頼が舞い込むようになった。特に暴力的な表現を伴う宗教画の依頼が多く、グロデスクな男子、拷問、死などが主題となっていた。カラバジョが描いたこのような宗教画の中でも最も優れた作品と言われているのが、イタリア貴族。 マッテイ家からの依頼で描かれたキリストの捕獲である。200年以上にわたって失われた絵画だとされていたが、1990年になってダブリンのイエズス会教会で再発見された作品である。次々と描き上げる絵画によってカラバッジョの名声は高まる一方だったが、時には依頼主に受け取りを拒否されることもあり、描き直すかあるいは別の購入者を探すことになった。 作品もあった。カラバジョの描く強い明暗法で表現された劇的な作品は高く評価されていたが、逆に通俗的で下品な絵画であるとして寄付されることもあった。サンルイジでフランチェージ教会の依頼で、コンタレ・リデイ・ハイドのために描かれた、ミスボらしい古作人のように表現された聖魔体が、光り輝く衣装に身を包んだ天使に教えを受けているという構図の、 聖魔隊と天使は、依頼人の好みに合わず、代替として、聖魔隊の霊感が描かれた。有名な、聖パウロの会心も当時の依頼人から拒否され、同じ主題の、ダマスカスへの途中での会心として書き直されている。ダマスカスへの途中での会心は、聖パウロが乗馬していた馬の方が、パウロよりも大きく描かれており、このことが、カラバジョと絵画を依頼した。 サンタマリアデルポポロ教会の間で論争にもなった。聖ペテロの卓系サンタ、マリアデルポポロ教会チェラージレハイドキリストの埋葬、ロレートの聖母、聖アンナと聖母子聖母の死なども有名なカラバジョの宗教画である。特に聖母子と聖アンナと聖母の死の来歴は、カラバジョ存命時の作品が一部の人々からどのような評価を受けていたのかの恒例となっている。 聖アンナと聖母子は別名蛇の聖母とも呼ばれており、もともとはローマ教皇庁の馬邸組合大新人会が依頼し、サンピエトロ大聖堂の小さな祭壇に飾るために描かれた作品だった。だが飾られていたのはわずか2日間だけで、すぐさま祭壇から除去されてしまった。当時の数奇教付書記官が下品で神を冒涜する不信心極まりない絵画で、 嫌悪感に満ちている、この絵画は、優れた技術を持つ画家の作品かもしれないが、その画家の心は邪悪で、善行や礼拝などといった、信仰心からは、かけ離れているに違いないと書き残している。聖母の死は1601年に、サンタマリアデラスからのカルメル会修道院に、礼拝堂を個人所有していた裕福な法律家の依頼を受け、 その礼拝堂の祭壇画として描かれた作品だったが、1606年に修道院から所蔵を拒絶されている。同時代の著述家、ジュリオ・マンチーニが修道院からこの作品が拒絶されたのは、当時非常によく知られていた娼婦を聖母、マリアのモデルにしたためであると記録している。同じく同時代人の画家、ジョバンニ・バリオーネは、どちらの絵画も聖母、 マリアの剥き出しの足が問題視されたのだとしている。カラバチジョの研究者、ジョン・ガッシュは、カルメル会修道院が、聖母の死を拒絶したのは、芸術的評価ではなく、カルメル会の競技が影響しているのではないかと、推測した。神の母は、決して死することなく、天国へと召されただけであるという聖母の非焦点の、競技を否定している絵画とみなされたとしている。 聖母の死の代替に描かれたのは、カラバジョの追随者でもあったカルロ・サラチェーニが描いた祭壇画で、カラバジョの聖母の死とは違って、聖母マリアは未だ死んではおらず、座して死に行く様を描いたものだった。しかしながらこの祭壇画も修道院から受け取りを拒否され、さらなる代替作品として、天使たちが聖火を歌う中で、マリアが天界へと昇天していく絵画が描かれている。 とはいえ、このような絵画の受け入れ拒否は、カラバジョやその作品が嫌われていたことを意味するとは、限らない。聖母の死は、修道院から拒まれた直後に、マントバコウ・ヴィンチェンツを一世イゴンザーガが購入しており、しかもこの時に、マントバコウにこの作品の購入を勧めたのは、ルーベンスだった。その後、1671年に、イングランド国王・チャールズ一世が購入し、 新京都革命によるイングランド内戦でチャールズ一世が処刑されるとフランスへ売却されてフランス王室コレクションに収められた。愛の勝利絵画館ベルリンキリスト教には関係がないこの時期の作品の一つに1602年にデルモンテの取り巻きの一人で銀行家美術本収集家イタリア人ヴィンセンツォ・ジュスティニアーニの依頼で描かれた愛の勝利がある。 描かれているキューピットのモデルとなったのは17世紀初頭の記録にフランチェスコの愛称であるチェッコと記されている人物である。この人物は後にチェッコデルカラバジョと呼ばれ1610年から1625年ゴロニ画家として活動したフランチェスコ・ボネリではないかと考えられている。羅針で矢を手にし、光線、平和、 科学などを意味する事物を踏みにじっている様子で描かれ、その歯を剥き出しにして北添えむ、いたずら小僧のような表現は、ローマ神話の神であるキューピットを想起することは難しい。カラバチョには他にも、ハンラの青年として多くのキューピットを描いた絵画があるが、いずれも芝居の小道具のような翼で描かれており、こちらも神話のキューピットが描かれているようには見えない。 しかしながら、カラバチョが意図していたものは、極めて強く写実的に絵画を描くことによって、神たるキューピットと属性のチェッコ、あるいは聖母マリアとローマの娼婦という二面性を、同時に作品に持たせることだった。ギャラリー、ロザリオの聖母美術史美術館カラバチョは激動の生涯を送った。裏社会の住人たちの間でさえ喧嘩っぱやいという悪評があり、 カラバッチョの不貧行が当時の警備記録や訴訟裁判記録に数ページにわたって記載されている。そしてカラバジョは1606年5月29日におそらく故意ではないとはいえ、ウンブリア州テルニ出身のラヌッチオトマゾウニという若者を殺害してしまう。それまでのカラバジョの放落な言動は有力者に多くパトロンがいたことによって多めに見られていたが、 この時はパトロンたちもカラバジョをかばうことはなかった。殺人犯として指名手配されたカラバジョは、ローマを逃げ出し、ローマの司法権が及ばないナポリで有力貴族、コロンナ家の被護を受けた。カラバジョとコロンナ家との関係は、ロザリオの聖母など、主要な教会からの会が制作以来に大きく寄与している。慈悲の七つの行い、キリストの鞭打ちなどの作品により、 ナポリでも成功を収めたカラバジオだったが数ヶ月後にはおそらくマルタ騎士団の騎士団総長アロフ・ドウィニャクールの秘護を求めてナポリからマルタへと移った。ドウィニャクールはこのイタリア有数の巧妙な画家を騎士団の公式画家とすることは利益になると判断してカラバジオを騎士団の騎士として迎え入れカラバジオを喜ばせた。マルタ滞在時に カラバジョが描いた主要な作品には、唯一カラバジョ自身の署名が残る、洗礼者、ヨハネの残首や、アロフド・ビニャクウールと故障の肖像をはじめ当時の主要な、マルタ制度騎士団員を描いた肖像画などがある。遅くとも1608年8月終わりまでに、カラバジョは逮捕され投獄されている。このマルタ時代のカラバジョを取り巻く急激な、環境変化は長く議論の的になっており、 近年の研究では、カラバジョがマルタでも喧嘩汰を起こし、騎士団宿舎の扉を叩き壊した上に、騎士の一人に重傷を負わせたためだとされている。騎士団員たちによって投獄されたカラバジョは、同年11月に、はずべき、卑劣な男であるとして、騎士団から除名されたが、脱獄して、マルタから逃れた。セールチアの埋葬サンタルチアラバディア教会マルタを、 後にしたカラバジョは、昔からの知り合いで結婚後、シラクサに住んでいたマリオ、ミンイーティを頼って、シチリアへと逃れた。二人は共に、シラクサを離れて、メッシーナへと出発し、最終的に、シチリアの首都パレルモに到着している。カラバジョは、旅先の各都市でも、画家としての名声を勝ち取り、多額の謝礼を伴う、絵画制作の依頼を受けたため、 この旅はいわば大名旅行とも言える贅沢なものになった。このシチリア時代の作品にはセールチアの埋葬、ラザロの復活、羊飼いの礼拝が挙げられる。カラバジョの作風は進化し続けており、この頃の作品は描かれている人物が身にまとおりの荒い衣服が何も描かれていない広い背景から浮き出て見えるかのように表現されている。 カラバジョがシチリアで描いた素晴らしい祭壇若影になっている部分が多く、薄暗く広い背景に数人のみすぼらしい人物が描かれている構図という他に、あまり例のない作品になっている。人間の絶望的なまでの不安と心の弱さを表現すると同時に、人間が代々受け継いできた、優しさ、謙虚さ、柔和さなどが未だ失われていない様を描き出している、と言われている。 一方でカラバジョの不貧困は改まってはおらず、眠っている時でさえ完全武装し、他人の作品を根拠なく誹謗してその絵画を引き裂いたり、地元の画家たちを嘲笑していたという当時の記録が残っている。カラバジョはシチリアに9ヶ月滞在した後に再びナポリへと戻っている。ナポリ機関は最初期の電気によれば、 カラバジョがシチリアで常に敵対者に付け狙われており、ローマ教皇の許しを得て、ローマに戻れるようになるまでは、地規である有力貴族コロンナ家が大きな権力を持つナポリが最も安全であると考えた目である。ナポリ期間後の作品として、セーペテロの否認、先霊者ヨハネ、そして遺作となったセイウルスラの殉教がある。特にセイウルスラの殉教は、 噴属の王が放った矢が、セウルスラの胸を貫く瞬間を描いた本奉かつ、印象的な筆使いの絵画で、それまでの絵画が用いえなかった、躍動感にあふれた作品になっている。コリアテの首を持つダビデ・ボルゲーゼ美術館カラバッジョは、安全な場所だと思っていたナポリで襲撃を受けた。犯人は不明で、ローマでは有名な芸術家カラバッジョが殺されたという記録が残っているが、 これは誤法でありカラバジョは顔に重傷を負った者の生命に別状はなかった。洗礼者、ヨハネの首を持つサロメの大皿に乗った生首は自身の頭部を描いたもので、カラバジョはこの作品をマルタでの不貧行への許しを請うためにマルタ騎士団長ドウィニャクールへと送っている。洗礼者、ヨハネの首を持つサロメとおそらく並行してゴリアテの首を持つダビデも描いている。 若きダビデは不思議な悲しみの表情で、巨人、ゴリアテの切断された頭部を見つめている作品で、この絵画に描かれているゴリアテの頭部もカラバジョ、自身の自画像である。カラバジョは、このゴリアテの首を持つダビデを、ローマ教皇パウルス語世のおいで、罪人への恩赦特権を持つ悪名高き美術、愛好家の数奇教師ピオネ・ボルゲーゼの、贈答絵画にするつもりだった。 1610年の夏にカラバジョは奔走してくれたローマの有力者たちのおかげで近々発布される予定だった恩赦を受けるために北方へと向かう船に乗り込んだ。この時カラバジョは数奇教師ピオーネへの返礼品として3点の絵画を持参していた。この後カラバジョに何があったのかの記録が非常に混乱、錯綜しており、いずれも推測の域を出ない。 わずかに事実だと言えることは、7月28日のローマからウルビーの公爵化へ当てた速報手記にカラバジョが死去したという記事が掲載されており、3日後の別の速報手記にカラバジョがナポリからローマへと向かう旅の途中で熱病のために死去したというものである。カラバジョの友人の詩人が後に7月18日をカラバジョの命日であるとしており、 近年の研究で同じく7月18日にトスカーナ大公国のポルトエルコレで熱病で死去したという証拠が見つかったと主張する美術師やもいる。2010年にポルトエルコレの境界で人骨が発見され、この骨はまずカラバジョのものに間違いないだろうと考えられている。この発見から1年以上かけて DNA 鑑定、放射性炭素年代測定など様々な 科学的鑑定が行われた。発見された人骨からは高濃度の鉛が検出されており、この人骨がカラバジョのものであるならば鉛中毒で死去した可能性が高い。当時の顔料には多くの鉛が含まれ、鉛中毒はいわば画家の職業病だった。さらにカラバジョは非常に放らな生活を送っており、このことも鉛中毒に悪影響を及ぼしたと考えられる。 墓姫カラバチョの墓姫は、友人のマルツヨミレージによるものである。フェルモディカラバチョの息子ミケランジェロメリージ自然そのもの、以外に必見し得る者の,のいないがカナポリからローマへと、向かう、途中のポルトエルこれにて36年と6ヶ月12日の、人生を生きて1610年8月15日に、隠しした、法学者、マルツヨミレージが、 この異常なまでの才能を持った友人に捧ぐギャラリー、先例者、ヨハネの首を持つサロメ・カラバジョは、影をキアロスクーロへと消化したと言われる。キアロスクーロ自体は、カラバジョ以前から長らく使われてきた手法だが、一方向からまばゆく刺す光を光源として、段階的な陰影をつけて描かれた、対象物を浮かび上がらせる表現は、カラバジョが、絵画技法として確立したものである。 カラバジョが持っていた肉体面、精神面療法に対する鋭い写実的な観察眼によって成立したもので、特に宗教絵画においてカラバジョが直面した数々の課題を通じて形成されていった。カラバジョの絵画制作速度は非常に早くモデルを前にしたまま基本的な部分を最後まで描き上げることができた。 カラバジョが描いた死体はほとんど現存しておらず、このことはカラバジョが紙などに死体を描くことなく、キャンバスにいきなり描き始める手法を好んでいたためと考えられている。これは当時の熟練した画家たちからは意味嫌われていた手法で、旧来の画家からはカラバジョが死体から描き始めないことと人物像を理想化して描かないことをだ高に非難された。しかしながら、 人物を理想化することなく、写実的に描くことは、カラバジオにとっては、ごく当然のことだった。フィリデの肖像を写実的に絵画に描かれた人物像のモデルが誰なのかが判別している者も,もいる。よく知られているのは後にカラバジオの作風を受け継いだ、画家となったマリオ・ミンニーティとフランチェスコ・ボネリで、ミンニーティは、初期の世俗的な作品に、ボネリは、天使、先例者、ヨハネ、 ダビデとして、カラバジョ後期の作品にそれぞれ描かれている。女性モデルには、フィリデの肖像に描かれているフィリデメランドローに、聖魔隊とマグダラのマリアに描かれている、アンナビアンキーに、皇帝記録のアーティーチョーク事件にレナという名前で記載されている、カラバジョの愛人マッレーナ・アントネッティラがいるが、全員が当時有名だった娼婦であり、カラバジョは彼女たちを聖母、 マリアなど様々な成人のモデルとして多くの宗教絵画に描いた。カラバジョは自身の肖像も数枚の絵画に登場人物として描いている。最後の自画像はセイウルスラの巡教の右端に描かれている男性像である。エマオの晩餐カラバジョは決定的な瞬間を誰にも真似できないほどに鮮やかに切り取って描く優れた能力を持っていた。 エマオの晩さんは、キリストの弟子だったクレオパが夕食を共にしている人物が復活したキリストだと気がつく場面を描いた絵画で直前までメシアの死を嘆く旅人であり、宿屋の主人が目もくれていなかった人物だったものが、突然救世主として再臨したその瞬間を劇的に表現した作品である。聖マタイの証明ではマタイが自分を指さして、私ですか と問いかけているかのように描かれているが、その両目はキリストに注がれ、私はあなたのしもべですと答えており、マタイが自分の使命に目覚めた瞬間を描き出した絵画である。ラザロの蘇生では、死人が復活する瞬間を捉えたさらに進んだ表現がなされている。ラザロの胴体は断末魔の死後硬直の状態にあるが、手はすでに復活しキリストの方を向いている。 聖魔隊の巡教を三類自定フランチェージ教会、コンタレッリィ礼拝堂カラバジョの絵画を研究し、その作風を真似た追随者は、カラバジェスティと呼ばれることがある。1600年に、コンタレッリィ礼拝堂に収められた聖魔隊の巡教と聖魔隊の証明は、ローマの若手芸術家の間で大評判になり、カラバジョは、野心的な若手画家たちの目標となっていった。 カラバジェスキと呼ばれる、最初期の画家にカラバジョの友人でもあったオラツヨ、ジェンキレスキやジョバンにバリオーネが挙げられる。ただし、バリオーネがカラバジョ風の絵画を描いた時期は短く、カラバジョがバリオーネの絵画は自分の作品からの盗作だと急断したこともあって二人は長く反目し合っていたが、後にバリオーネはカラバジョに関する伝記を最初に書いた人物となった。 次世代のカラバジェスキとして、カルロ・サラチェーニ、バルトロメオ・マンフレディ、オラツオ・ボルジャニラがいる。1563年生まれのジェンティレスキは、この3名よりもかなり年長だったが、長命な画家でこの3名よりも長生きし、最後は、イングランドをチャールズ1世の宮廷画家になり1639年に、ロンドンで死去している。ジェンティレスキの娘アルテミジアも父の縁で、 カラバジョとは面識があり、カラバジェスティの画家の中では最も才能があった一人だった。ナポリではカラバジョは短期間しか滞在していないにもかかわらず、バッティステロ・カラッチョーロ、カルロ・セッティ・トラ、重要なカラバジェスティの画家を輩出した。ナポリでのカラバジェスティの活動は1656年のペスト流行によって終焉したが、当時のナポリはスペインの支配下だったこともあって、 カラバジョの影響はスペイン海外も波及していった。オランダでも17世紀初頭に画学生としてローマを訪れ、カラバジョの作品に多大な影響を受けたユトレヒト・カラバジョ派と呼ばれる宗教画形が存在した。これら画学生たちが自国へ持ち帰ったカラバジョの作風の流行は短かったとはいえ、1620年代にはヘンドリック・テルブルヘン、 ヘラルト・ファン・ホント・ホルスト、アンドリエス・ボと、ディルク・ファン・バブーレンダによって全盛期を迎えている。以降の世代のオランダ人画家たちには、カラバジョの影響は薄れていったが、マントバコー・ゴンザーガ家の依頼でカラバジョの聖母の詩を購入し、キリストの埋葬の模写もいったルーベンスをはじめ、フェルメール、レンブラント、さらには、イタリア滞在時にカラバジョの作品を目にしている。 ベラスケスの作品にもカラバジョの影響が見られる。キリストの埋葬場地管美術館カラバジョの名声は、その死後間もなく急速に廃れてしまった。カラバジョの革新性は、バロック芸術のきっかけになったとはいえ、バロック絵画はキアロスクールを用いた劇的な効果のみを取り入れて、カラバジョの特性といえる、肉体的な写実主義には目を向けようとはしなかった。 上実した画家以外では、イタリアからは、距離があるフランスのジョルジュ・ドラ、トゥール、シモン・ブーエ、スペインのホセ・デ・リベーラらが直接カラバッチョの影響を受けた画家だが、カラバッチョの死後数十年でその作品は単なる、秋分にも見れた画家が描いた絵画とみなされるか、あるいは単に忘れ去られてしまった。カラバッチョの死後バロック美術は発展し作風も変化していったが、その成立に、 多大な貢献をしたカラバジョアバロック美術の発展に多大な貢献をしたアンニーバレ・カラッチとは違って工房も弟子も持たず自身の海外技術を広めるための努力はしていない自身の作品の根幹とも言える理性的な自然主義絵画製作手法について何も語ってはおらずその写実的な心理描写の技法は残された作品から推測するしかなかったそれゆえに 後世のカラバジョの評価は、序盤にバリオーネと序盤にピエトロ・ベッローリがそれぞれ書いたカラバジョに極めて否定的な初期の伝記に大きく左右された。バリオーネはカラバジョと長く角質があった画家で、ベッローリは直接カラバジョとは面識がなかったが、その作品を嫌っていた画家であり、かつ17世紀に影響力があった、批評家でもあった。しかし、 1920年代になってから、イタリア人美術史家、ロベルト・ロンギがカラバジョを再評価し、西洋美術史の中に、格好たる地位を与えた。それは、ロンギとエルベンチューリが主導した1951年のミラノでのカラバジョとカラバジョ派遣で確立された。ロンギは、ホセデ・リベーラ、フェルメール、ラ・トゥール、レンブラントは、もし、 カラバジョがいなければ存在し得ない画家だっただろう。また、ドラクロは、クールベ、マネラの芸術も全く異なったものになっていたに、違いないとし、著名な美術史家、バーナード・ベレンソンも、ミケランジェロを除けば、カラバジョほど絵画界に大きな影響を及ぼしたイタリア人画家はいないと同様の意見を述べている。カラバジョは、イタリアの10万リラ紙幣に肖像が採用された。 この時には、人殺しを、紙幣の顔に採用するとはどういうことかと一部から批判の声が上がった。しかし、画家としての業績や時代背景などを考慮して採用されることになった。聖ペテロと聖アンデレの照明ロイヤルコレクション現存している、カラバジョの作品で、まず新作であろうと考えられているのは80点程度に過ぎず、 中には時代を経てからカラバジョの作品であると同定された、あるいはカラバジョの作品らしいとみなされた作品も多い。聖ペテロと聖アンデレの照明は1637年にイギリス国王チャールズ1世が購入し、新京都革命でフランスに売却されたものをさらに王政復古で体感したチャールズ2世が取り戻した絵画である。 長くカラバジョのオリジナル絵画の複製画とみなされ、ハンプトンコート宮殿に所蔵されていたが、6年間に渡る修復と調査の結果、2006年にカラバジョの新作であると認定された。一方で、リチャード・フランシス・バートンがカラバジョの作品として書き残したトスカーナ対抗家のギャラリーが所蔵する30人の男たちが描かれた聖ロザリアの絵画は、 現在行方不明となっている。ローマの三類時代フランチェージ教会コンタレディ、礼拝堂から受け取りを拒否された聖魔隊と天使は第二次世界大戦中のドレスデン爆撃で失われ、現在は白黒の写真が残るのみである。2011年6月にはそれまで知られていなかったカラバジョが1600年頃に描いた聖アウグスティヌスが イギリスのプライベートコレクションから発見されたという発表があった。この重要な発見によってもたらされた絵画は、ローマ時代のパトロンだったヴィンチェンツォ・ジュスティニアーニが秘密裏に依頼した作品であると考えられている。本来は、三度目に古聖堂のために制作されたが、保存のために現在は、ナポリの国立カポディモンテ美術館が所蔵するキリストの無打ちは、 カラバジオがナポリ滞在時に残した代表作の一つ。本作の主題は、ユダヤの民を惑わしたとして捉えられたイエスが総督ピラトの命によって鞭打ちの刑に処される場面。ザメインプライマリーソースフォー、ケリバジオエスライフ、あれオールハブビーン、リープリンテッドインハワード、ヒバードエス、ケリバジオアンドインザペンディススーキャサリン、プーグリシーエス、ケリバジオ。 電気エッセイなど作品動画音楽、ありがとうございます。